日本が尊王攘夷で揺れていたその頃、秦と呼ばれていたお隣の中国も混乱の中にありました。太平天国の乱と呼ばれる騒乱が起きていたのです。その頃の秦国は大変貧富の差が激しく、多くの人々が貧しい生活にあえいでいました。そんな時、キリスト教の影響を受けたリーダーが現れ、この世に貧富の差のない天国のような国を作ろうと立ち上がったのです。そして都市の一つ南京を陥落させ、そこを自分たちの国としたのでした。さて、ここは上海なんですが、これは新種の木で違いない。イギリスに持ち帰る価値はありそうだな。旦那お旦那、大変だ、早く逃げないと殺される、太平天国軍に。この時、秦の軍隊が南京を攻撃しそうになったため、その矛先をかわそうと上海を狙って押し寄せてきたのでした。旦那、もうダメだ。いや、大丈夫だ。なんだね、あれは。日本で手に入れたからくり人形だ。役に立った。野宿しなくちゃダメかな。だって俺たち金持ってねえもん。お金あったってこんなところに泊まれるとこあるかな。早くしないと雪も降ってきた。こいつは驚いた。祭りの出汁がこんなところに。すみません、お教え願いたいのですが。おお、どうしたね。あの、馬を休めたいのですが。ああ、それだったら野天の湯の一軒宿がある。行ってみるといい。はい。うちの仕事を何でも手伝うからタダで止めろというのかい。どんな部屋でも構いません。なんとか止めていただけませんか。どんな部屋でもね。頼みます。ごめん。今晩一晩世話になりたい。はいはい、お疲れでございましょう。うちの宿は野天の湯が自慢でございまして、冷えた体には何よりでございます。ほら、ぼさっと突っ立ってないで早くすすぎをお持ちしないか。はよ。お梅。はい。
お客様をご案内して。チェッ、ただで止めてくれんじゃねえのかよ。いいだろ、たまには面白いじゃねえか。お待ちどうさん、晩飯だよ。あ、これどうしたの。お客さん、傘取らないの。無礼者。あ、妙な真似をすると許さんぞ。なんだよ。巻き割りは私がやります。お二人はそこでご覧になっていてください。ん、ひよ、びっくりした。どうしたのよ。あいつさ、あのでっかい人まだ傘かぶってたぜ。まだ。私もさっき。おそらく川屋へ行ったのだと思うんですけど。なんか怪しいわね。それにね、こういう寒い時ってお客は真っ先に露天の湯で体を温めるものなのに行かないものね。ひょっとしてお尋ね者かしら。お尋ね者。お尋ね者。お茶を持ってきました。そこへ置いていってくれ。はい。落ち着け、亭主。取って食われるわけでもあるまい。何よ、のんきな。どれ、わしが見てきてやる。このお話の3年ほど前、1858年、安政5年の6月、日本はアメリカとの間に日米修好通商条約を結びました。この条約は、日本とアメリカの貿易について取り決めたものです。我々アメリカ人は日本の国内を自由に旅行できるように要求します。旅行をするのは地方の産業を視察するためです。お断り申し上げる。外国人が全国を旅することは人心に触り、国内に不安を醸し出す元となります。では開港地中心に従理司法を自由に出歩けるように要求します。その後、この条約をモデルとしてオランダ、ロシア、イギリス、フランスとの間にも日本は条約を結びました。ですから、こんな山奥まで外国人が足を踏み入れることなどとんでもないことだったのです。下がれ下がれ、無礼な真似をすると許さんぞ。我々は怪しいものでもなければ見せ物でもない。だっておかしいじゃねえか。なんでこんなところに盗人がいいんだよ。なあ、ヒヨ。私はタクマ修太郎。こちらはエゲレス人のバート・ファイブマン先生だ。珍しい樹木を集めるのを仕事にしておられるお方だ。皆さん、こんばんは。私、バート・ファイブマンと言います。よろしく。俺たちの言葉を喋るのかい。それで俺たちをどうしようってんだよ。どうするつもりもない。先生は研究熱心なお方で、私はお役に立ちたくてお供をしているのだ。俺たちは騙されねえぞ。なあ、ヒヨ。じゃないだろ。お前さっきから何やってんだよ。俺のからくりが見当たらないんだよ。お前知らないか。な、知るか。さあさあ、皆さん、お部屋にお戻りください。さあさあ、お前たちも仕事に戻った戻った。ご亭主、すまん。この通りだ。すまん、この通りだ。迷惑はかけぬゆえ、今晩一晩だけ宿を頼む。今放り出されては凍え死ぬだけだ。頼みます、ご亭主。
明日の朝、村役人を呼びに麓に人をやります。よいか、宇津木。お二人をうまくお連れできればよし。失敗したら遠慮なく殺せ。はは。おかしいな。あの後みんなが集まってきて。そのうち出てくんだろ。どこからだよ。どうしたの？からくりがなくなっちゃったんだって。ヒヨの？みんなも見てただろ。あの時廊下に飛び出してきてさ。飛び出してきたのは盗人だろ。俺たち襲われてひどい目に遭ってたかもしんないんだぞ。シーシー、バートさんはそんな人には見えないぞ。それにお前たちが勝手に覗きに行ったんだろ。だってさ。さあ、食べ終わったら湯でもいただこうか。うん、俺行く。からくりは後でもう一回探すよ。花さんたちもご一緒いたしませんか。わらわは少し風邪気味上遠慮いたす。ゆき、そなたも風邪気味であったの。遠慮いたすがよい。はい、姉上。ごちそうさまでしたわ。あのガキどもだな。はい。お二人もあそこか。宇津木様、あれよ。遺跡です。なぜこんなところに遺跡が。己、よくも抜け抜けとこの山中に。上位だ、始末しろ。しかしお二人は。遺跡が先だ。見ているだけで虫図が走る。殺せ。こんばんは。こんばんは。あの人形持ってきたのあなたですね。そうだよ。素晴らしいですね。本当？本当ですね。ワンダフォー。とってもすごいです。シシ、こいつ仲間のシシ。こいつを作るんだ、カラクリ人形。おお、あれカラクリ人形と言いますか。素晴らしい。あなたも作る。すごいですね。こいついいやつじゃねえか。でけえ。バートさんって体白いんだな。髪の毛赤い。目は青いわ。綺麗だね。あなたこそとても綺麗ですね。それにほら、私も同じ人間です。これも同じ。俺も同じ。わお。みんな無事か。
おい、ボイレルの周りが二重になってる。引け。先生。ああ、まるでお医者みたいだ。みたいではない、医者だ。まだ修行中だがな。まったく、なんという国なのだ、この国は。肌の色、髪の毛の色が違うというだけで、こそこそ人目を避けて旅をしなければならんし、油断をすればすぐ襲ってくる。あいつら、バートさんを襲ったわけじゃないと思うけど。じゃあ何だったんだ？俺たちだよ。あいつら蒸気からくりで、いつも俺たちに向かってくるんだ。仲間じゃないのか？仲間じゃねえよ！俺たちはあんなからくりなんて作らねえ！人を襲うからくりなんて！同じことだ。先生の国とは全然違う。先生の国？先生の国、エゲレスでは、蒸気機関は機関車や船を動かす力として使われている。優れた力と技で国を支え、人々の役に立てているのだ。ところが日本はどうだ？蒸気のからくりだろうが、君たちのからくりだろうが同じことだ。何の役にも立っていない。なんだよ、からくりは。からくりは私たちの誇りなんです。古くからこの国に伝わってきた大切なものです。同じことだ。もういいからあっち行ってくれ。俺たちは人を楽しませる。十分人の役に立ってるじゃないか。眠れないの？カラクリのことあんな風に言って。あの人、バートさんのことすごく尊敬してるんだと思うな。だから怒っちゃったんだよ。でもちょっとムキになってたね。絶対嫌なやつだよ、あんなの。そりゃバートさんはいい人だけどさ。おお、あれカラクリ人形素晴らしい。俺たちのこと分かってくれてるし。あ、風かな。宿の方だ。風神か。ホムラに乗るんだ。おお、さっきの蒸気カラクリですね。またしても貴様らか。問答無用。日本にあだなす遺敵は死んでもらう。遺敵に王振る犬もまとめて始末してやる。何ですか、ガキどもが。バートさん、乗って。早く。おお、逃がさん。おお、待て。大丈夫だ。見ろ、これが俺たちのからくり。カラクリ、これが素晴らしい、ワンダフォー。ちょうど良いわ。まとめて始末してやる。所詮蒸気の力にあった。何もできないではないか。待ってろって。もうすぐ炎のすごいとこ見せてやるぜ。楽しみですな。待て。先生、なんだ、何
のことはない。全く役に立たないではないか。死ね。美しいビューレボシュータロー、助けられましたね。はい。カラクリは素晴らしいです。私はまた日本で好きなものを見つけました。どうやら逃げられてしもうたな。はい。でも宿代はきちんと置いていきましたよ。ひーひー、お山ずいぶんたくさん。そうかい。そうかい。そんじゃね、ダンベイさん。みんな達者でな。ご迷惑をおかけしました。世話になったな。どうぞ、道中ご無事で。俺の人形を見つけたら大事にしてくれよな。大丈夫、大事にするよ。シュータロー、日本にはいいものがたくさんありますね。はい。あ、これもその一つです。これはハンターは一度手に入れたものは離しません。大人気のからくり芝居だ。ところが泊めてもらったお寺のお坊さんはからくりなんか大嫌いだって言うんだ。だったらどんなに面白いか分かってもらわなくちゃ。次回、からくり記念秘王戦記第11話、なぜからくり嫌いの男。からくりはちょっぴり歴史を変えるかもね。